こんにちは、日向祐一です。今回は、夫のことがまだ好き、され妻の悩みということでお話をしていきたいと思います。ですね、まあ、ここにされ妻って書きましたけど、まあ、ちょっと私的にはちょっとこの表現どうかなと思うんですけど、まあ、浮気をされてしまった奥さんたちのことを、まあ、ネット用語っていうんですかね、では、され妻というふうに言ったりするようです。でそれでこの言葉を書いてますけど、私のところにも、まあ、ご夫婦の危機ということで浮気をされた奥さんたちが、相談に来られることがあります。で普通は、まあ、普通というかよくある、パターンとしては、まあ、浮気されたからもう離婚したいと思うっていう人もいるんですけど、まあ、浮気をされてるんだけど別れたくないという女性たちもたくさんいらっしゃるわけですね。まだ夫のことを好きだからっていう言われる方々が、おられます。で、まあ、ちょっとそういう奥さんたちに考え方ですね、の助けとして今日はお話をしていきたいと思うんですけど、夫婦関係というのは対等な関係なんですね。夫と妻は対等。対等というのはどういうことかというと、条件を満たすことによって成立している関係ということですね。もう一度言います。夫と妻が対等という意味は条件を満たすことによって成立している関係ということです。例えばですね、これちょっと夫と妻から離れて例えばで話しますけど、例えば、行きつけのパン屋さんがあるとしますよね。パン屋さん、そして、あなたが主婦だとしてお客さんなんですね。でこの関係っていうのは、お店とお客さんの関係ですけど、これってある条件のもとに成り立ってるんですよね。どういうことかというと、パン屋さんは、最低限というか簡単に言うと、美味しいパンを提供する。そしてお客さんは、そのパンに対して、パン屋さんがつけた値段をちゃんと払うという関係なんですね。で、これが、ちょっと考えてみていただきたいんですけど、パン屋さんが味が落ちたとしますよね。もう美味しくなくなったと。で、A というパン屋さんが美味しくなくなったんで、お客さんが離れていくわけです。で、パン B の方にこのお客さんが行ってしまうということですね。客離れ。で、これ当然あってしかるべきことというか、条件を満たしている限りは常連客になるわけです。お互い満足してるわけですね。パン屋さんはパン屋さんが美味しいパンを提供してくれる。家内の夏はクロワッサンが好きですけど、クロワッサンを、美味しいクロワッサンのお店があるとしますよね。美味しいクロワッサンじゃない、クロワッサンの美味しいパン屋さんですね。でそこに通うわけです。美味しいんで。だけどなんか美味しくないと、なんか分かんないけど生焼けだったとかね。でそうすると行かなくなるわけですよ。でもっとちゃんとしたパン屋さんに行く。でこれ当然のことですよね。でパン屋さんが美味しいパンを提供してくれる限りはこの関係は続くわけです。でパン屋さんの側にしたら、お客さんが当然ですけどちゃんとお金払ってくれるということで、毎回例えばこのお客さんが値切ったりしようとしたら、もう、うち値切るお客さんちょっと困るんで、よそ行ってくださいっていう感じになるわけですね。だから条件があるんですよ。で夫婦関係っていうのもある条件の上に成り立ってるんですね。でその一つがこれ、こういう表現は我々の社会ではほとんど聞かれない表現ですけど、
純血を守る、もしくは、低血、もしくは、低血を守る、うちの、教会だと節操を守るとかって言ったりしますけど、ちょっと節操、まあ節操の操はミサオですよね。ミサオを守る。でこれが夫婦関係の条件なんですよね。でこれ何かっていうと相手以外、まあ私は夫ですから妻以外の女性とは一切男女関係を結ばないということですね。それは心の浮気も含めて、なんて言うんでしょう、心の浮気、そして2人だけで会ったりしないとか出かけたりしないとか、そういうことですね。で、もちろん女友達っていうかねとかに会うことがあって2人で場合によっては時間を過ごす、まあレアなケース、珍しいケースですけど、そういう時はちゃんと夏江に告げていくわけですね。これこれの人と今日は会う予定がある、どこどこで会うということを伝えるわけです。でそれを知った上で夏江の許可を得た上で行くわけですね。でそれが一つ、そして、まあ、当然ですけど男女としてのまあ、肉体的な関係を持つということは絶対にしないということですね。でこれ全部含めてこれ純潔、まあ低潔、低節、節操なんですね。でこれこれピュアな関係を保つということですね。自分自身を純潔に保つ、妻のためにということですね。でこの節度とかミサオとかっていうのはコントロールするっていうことなんですよね。調節するとかってありますよね。だからこれコントロールするっていうことなんですよ。でこれが破綻してる、つまりこれ一言で言うと何かっていうと約束なんですよね。約束してるわけです。私はあなた以外の人を女性としては愛さない、私はあなた以外の人を男性としては愛さないっていう結婚の約束なんですよね。で約束破ってるわけですご主人が。で約束破った人間関係っていうのは破綻してるんですよ。それをまず理解しないといけない。でこの約束を破るっていうことは全ての人間にとって、まあ、神様から全ての人間は良心をもらってますので、クリスチャンじゃなかろう、あろうがなかろうが、もしくは何かしらの宗教を信じていようが信じていまいが、人間には良心があるんですね。で約束破っちゃいけないっていうのは人間の良心に刻まれてるんで、約束を破るっていうことはいけないことなんですよ。で、それをやられてる状態なんだっていうことを認識する必要がありますね。で、2つ人間が約束を破る理由っていうのは2つありまして、まあ他にももっとあるかもしれないですけど、この浮気っていうことを考えると、この2つが考えられます。1つはですね、約束破る理由の一つは相手が約束破ったから俺も約束破ってやるっていうことなんですよね。でこれどういうことかっていうと期待を裏切られたってことなんですよね。相手が破ったっていうのは期待を裏切られた、期待を裏切られたから自分は好きなようにする権利があるっていうふうに考えるんですね。つまり自分が妻に期待していることを
妻がちゃんと答えてくれない、まあ、多くの場合は、まあ、性生活であったり、まあ、2つ非常に大きな理由があるんですけど、セックスレス、まあ、性生活を拒まれたりとか、あの疎ましがられたりするっていうことが1つありますね。もう1つはあの批判的、なんか文句ばっかり言ってるとか、あのっていうことがありますね。まあいくつか他にもあるんですけど、もう1つは、まあ、無関心っていうのもありますね。無関心っていうのはあの、子供のことばっかりで、自分を、まあ、大切にしてくれないとかいろいろありますね。でそういうことで期待を裏切られたんで、ジョイ俺別の女のところ行くよっていうことなんですよね。でそれがいいとは言わないです。っていうかそれは良くないです。そういうふうになるのは良くないんです。なぜなら聖書はあの別の動画でも話してますけど、浮気とか不倫はあの自分のことも滅ぼすって書いてあるんですよ。だから浮気してること、不倫してることはご主人にとっても良くないんです。なぜなら約束っていうのは奥さんに対する約束なんだけど、人間は誰かと約束してるとき神様との約束してるんですよね。もちろんそれを意識しないんですけど、神様の前に良心があるので、約束破るっていうことは悪いことだって知ってるんです。だから良心の呵責にずっと苦しむっていうことなんですよね。で、誰もその良心の呵責から自由になることはできないんです。そして当然ですけど浮気相手も滅ぼすことになる。ですから全ての人を滅ぼすんですよね。自分も滅ぼす、浮気相手も滅ぼす、そして自分の、まあ、妻とか子供たちも滅ぼす、まあ、滅ぼすっていうのは苦しみを与えるという意味ですけどね。で、ただ約束を破るっていうのは、破ったから俺には破る権利があるぞということなんですよね。でもう一つはあの相手を、まあ、見くびってるっていうことなんですよね。あのどうせ分かんないだろうってことですとか、分かったとしたって別にいいよどう思われたってっていうことですね。でこの2つのどちらかの、まあ、もしくは両方 の、 あの理由っていうことなんですね。で、これ、まあ俗に言うあの惚れた弱みとかって言いますけど、常にあの夫と妻の関係の中でどっちかの方が好きっていう気持ちが強いんですよね。で好きっていう気持ちが強い方があの弱い立場に立つんですね。まあ、弱みって書いてありますけど、でも人を好きになるっていうことは素晴らしいことなので、それは神様からまあ祝福なので、あのそれを抑制する必要はないわけです。ただ自分が相手の期待を裏切ってしまった、もしくはまあ別の言い方をすると傷つけてしまった、もしくは自分自身が見くびられるようなあの存在になってるっていうことは、まあ、認識する必要があると思うんですね。ですのであの多くのこの不倫される女性たちは、まあ、妻たちはカウンセリングの中でいろいろお話しするのは、いやあなたには価値があるんですよって、あなたは大切にされる、妻として一番にされる、そして他の女性とは違うオンリーワンとして愛される価値があるんですよって、だからあなたが浮気された時に あなたは腹立てないといけないですよって、なんか変な言い方なんですけど、あの憤りを感じるべきですよっていうことをお話しします。なぜなら神様は憤っておられるんですよね。大切な自分の娘がないがしろにされたら、もう私も娘を持ってますけど、あの父親としてすごい憤りを感じるし、あの苦しみを感じますね。なぜなら、まあ、娘のさくら今17歳ですけど、あのかけがえのない大切な娘だから。そしてこの動画をご覧になっているされ妻になってしまったあなたも
神様にとっては尊いかけがえのない一人の娘なんです。ですのでそのことをまず取り戻すことから夫婦関係の修復っていうのは始まっていくと思うんですね。ですので、カウンセリングの中ではそういう神様は我々どう見ておられるのか、そして神様は何を願っておられるのかっていうことを中心に聖書から見ていくことになります。でその時に初めて、ああそうか、私には愛される価値があるんだ、それは私が弱さを抱えて相手を傷つけてしまう、そういう罪を持っているけれど、でも神様は私を愛し許し救ってくださる方なんだっていうことを知りながら、それを踏まえた上で、自尊心というかそれを回復しながらご主人との関係も、回復していくということを目指していくことになります。ということでご主人に浮気された不倫された奥さんたちの悩みに関して、少し考えてみました。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。